よっしゃ行くぞ。プレイヤーズコンベンションオープン2022サポーテッドバイ日清食品準決勝セミファイナルの G テンション上がるな。細川優恵さんと谷口博明さんのビーチャーマッチをお届けしましょう。アゾリウスコントロール VS グルールミッドレンジ、どちらのプレイヤーも、この2日間のビーチャーマッチで一度宅にお越しいただいているプレイヤー同士でございます。まあ、つまり両名とも11勝2敗でフィーチャーマッチに来るラインからそこからずっとこうね大きく調子を崩さず調子を高いまま維持してこの準決勝まで勝ち上がってきたということで、デッキはアゾリウス青白コントロール対グルール赤緑の中速ミッドレンジデッキとなっております。谷口さんのグルールは特に最近流行りのグルールビークル、スカイソブリンとかエシカの戦車みたいな機体を中心にした形ではなく、どちらかというと何て言うかな、昔ながらのって言ったら変な話になりますが、エンバルスの宝剣を軸にした一撃大ダメージ狙いの、ちょっとこうね、いい意味で尖ったアグレッシブさ、爆発力を秘めたグルールになっています。それに対して細川優恵さんは、兄弟戦争から魂の仕切りという2マナの、白のインスタントをフィーチャーした青白のコントロールデッキ、このフィーチャーマッチではパルヘリオン2が滋賀によって墓地から戦場に戻ってきた後に、まあ、それを追放するという、10マナになればね、もう一度唱えられるといってもまあ不可能だろうという、なかなかおおと当然のことかもしれないが頭の中になかったようなそういうスマートな除去のテクニックを見せてくれましたね。さあ谷口さんが先行でゲーム開始、お互い1ターン目はセットラウンド、谷口さん2ターン目も山を置いてターン終了、おここは3ターン目土地を置けずターンエンド、さあカープルーザンからの双剣山ですね。なるほど、谷口さんここでラノワールのエルフ、まあクリーチャーはようやく3ターン目して出せたというところですが、ただ3ターン目に出すクリーチャーとしてはちょっと心もとないというか、まあここから4マナ以上出せる状態で、そうですね、この恋煩いの野獣のようなちょっと打点に優れたクリーチャーを展開できれば序盤の奥で取り戻せるかなというところですけど、まあ、ただ展開しすぎるとそれはそれでアゾリウスの武器である思考の氷結、クリーチャー全破壊に巻き込まれて大きく損はしかねないと。ここで3体展開していますが、まあ都合カードは2枚なので思考の氷結されたとしても1対3交換にはなりますが、自身のカードの損失は2枚分という、あそれぐらいなら許容範囲ということで、ここは展開、横展開を狙っていきましたが、ここで放浪王が飛び出してタップ状態のラノワールのエルフを追放除去、まあ、つまり緑マナーの確保に苦しんでいる、手札は重めというその弱点をこの放浪王で突こうという、ついついね大物を狙いがちですが、こうやって戦況によってはスマートにラノワールのエルフをサクッと除去したら、あとは戦場に残れそうにないのならさっさとサムライトークンに
生成して去っていくと。こういう躊躇のなさっていうのは、まあ、コントロールデッキではいかにもっと強く使える盤面があったとしても欲張らずに再起機会を求めた結果ですかね。さあ谷口さんはここでカープルーザンからさらに野獣で人間トークンを生成した後に野獣本体で攻撃5点叩き込む。ここで攻撃がこうすんなり通ったのも嬉しいところではあるんですが、ただまあ相変わらずちょっとこの野獣頼りというか、これもまた単体除去で崩れて、だったらと横並びしたところで氷結とかで横長ね、こうまとめて処理という展開になりかねない。攻撃通ったのは嬉しいが、まだライフも17もあってという、あんまり嬉しいゲーム展開ではないのかもしれません。さあ細川さん、ここでドミナリの英雄テフェリープラス1能力でカードを1枚引く。そして土地がアンタップする前に踏みつけで侍トークンを除去。これはいいタイミングで、しかも余っているマナをきれいに消費できて谷口さんとしても嬉しいところですね。さあそしてここで待望の2つ目の緑マナ、谷口さんのデッキには探索する獣が入っているので、みどみど2つ出ることは非常に意味が重いと。さあここはテフェリーに攻撃して通って落として、本体にも1点ダメージ刻みながらアドバンテージエンジンを封じることに成功。そしてここで飛行の氷結でついに、まあ、頑張ってくれた人間トークン野獣は退場と。さあ4枚目の土地を生かしてアサルなんで、これには吸収で細川さん3点回復しながら打ち消し、さらに2のやレンジャークラスですね。狼トークンを出すだけでなく自身の攻撃クリーチャーを育てるプラス1カウンターを乗せる能力、さらにライブラリの一番上が土地ならそれを唱えられるという、どんどんレベルアップで強くなっていく。英雄団とはまた違って自分で能動的に能力を起動してどんどんとそのポテンシャルを引き出していくという感じですね。さあこの攻撃は放浪王ドミナリアの英雄テフェリー2大プレンズボがガッチリ登場して、狼は退場、しかし追放領域から骸骨の巨人、フォローはさっさとテフェリーを守る盾として侍トークン生成で退場し、これでターンエンドと。手札マナともに量では圧倒的に上回っています。その手札の内容にも、白の更新、クリーチャー、アーティファクト、エンチャント、いずれかを破壊できるインスタントが見えるので、さらに放浪王3枚目。侍トークンでブロック後に放浪王のプラス1能力で侍にプラ1カウンターを乗せながら先制攻撃をつける。これに対してエンバルスの宝剣、出ました、殿下の宝刀。これは OK、 これを装備したところで、おお、魂の仕切りで追放して、そして先制攻撃で巨人を打ち取ると。いや今のこの戦闘はすごく僕は心が、胸がワクワク、心が躍りましたね。こういうインスタントのやり取りっていうのはね、やっぱりマジック・ザ・ギャザリングならではなんですよね。相手の行動を見てから行動して、さらにそれにカウンターなりね、
こういったコンバートトリックなり合わせていって、いや今のはいいです。マジックの醍醐味が溢れてました。さあ谷口さん、ちょっと盤面はレンジャークラスのみでクリーチャーが不在、壊滅している状態ですが、細川さんはそれを尻目に悠々と、あこれはもうさすがにレンジャークラス1枚でもちょっと立て直しが効かないということで、谷口さん投了となりました。さあここでデッキリストが両名に手渡されます。対戦相手のデッキリストを確認しながらサイド後のゲームを行うことが可能となっております。都度ジャッジが回収するのでね、見ながらプレイするってことはできないんですけど、今回のプレイヤーズコンベンションオープン2022サポーテッドバイ日清食品、このトーナメントでは決勝ラウンドでのみ対戦相手のデッキリストを確認して戦うことができると。まあ、ちなみに予選ラウンドと違ってこういった決勝ラウンドっていうのは基本的に時間制限はなく、まあ、じっくりプレイすることはできます。予選ラウンドと同じく日本選手という BO3 って言われるやつですね、そのマッチ勝利の基準は変化はなく、まあ、なのでね、本当にアグロデッキとかコンボデッキがぶん回って3分とか5分でね、シングルエリミネーション、この決勝ラウンドワンマッチ終えるってことも、まあもう全然これまでのマジックのね、競技の歴史ではもう多数見られてきたことですから、その日1日あるいは2日間のね、積み上げてきたものが一瞬で消されるってこともあるんですけども、それもまた競技マジック、魅力といえば魅力ですからね、ある種の豪快さ、無慈悲なまでの豪快さも魅力なんですけども、制限時間はないとはいえ、いつまでもプレイしてるとジャッジからそろそろプレイしてもらえますかというふうに注意が、ね、出てくることありますが、細川さんの、青白コントロール、まあ、伝統的な青白コントロールって本当に相手のライブレイが切れるまで待つとかいう勝ち手段だったり、ものすごくゲームに時間がかかるデッキではあるんですけども、パイオニアのそれはまたちょっと違ってね、放浪王とドミナリオの英雄テフェリー、これら4マナ5マナですけども、戦場に生存すればもうあっという間に対戦相手と差をつけてしまって、ちょっともうどうしようもないという状況に持ち込んで、まあ、心を折ってゲームを終わらせることができる。この1ゲーム目もね、ほんと10分かかったかっていうぐらいの長さだったというふうに思うんですけども、もちろんね、細川さんの、まあ、的確でスピーディーなプレイングもあってのことですが、勝つのが早いに越したことはないですよね、たとえどんなタイプのデッキを使っていても。ここまでね、両名とももう14回戦戦ってきてますから、2日間で、まあ、割と疲労もピークに差し掛かってるのかなというところです。谷口さん、1本目はちょっとね、3ターン目まで緑マナをちょっと引き込むことができず、ラノワールのエルフからのクリーチャー展開というデッキの武器がちょっとスローモーションがかかってスピーディーさに欠けているところを、放浪王で、すごい3枚出ましたからね、放浪王とテフェリーでもうかっさらわれていったというところでしたが、さあ谷口さん、ここはマリガン、起死回生のエンバルスの宝剣も魂の仕切りによってちょっとね、クールに華麗に除去されてしまってという
一本目でございましたが、さあ二本目で流れは変わるのか。いやしかし残すところもこの試合と決勝戦のみですからね。僕一人でここまで14回戦やってきましたが、なんとかなるもんですね。一人でも今回そういつも黒田さんや、まあ時にはね、黒田正弘選手や村井隆二選手といったプレイヤーとともに、こういった、まあ、グランプリ、マジックフェストなどのイベントを実況してきましたが、今回ね、その声をかけられそうな目星ラインがみんなチャンピオンズカップファイナルの権利を持っていて、そちらにね出場していて、でかつこのプレイヤーズコンベンションオープン2022もあったわけですから、非常に多くの解説候補のプレイヤーたちが本戦を楽しんでいたということだったので、まあ、僕も全然一人でやりますよと、喋、るのは好きなので延々マッチ中喋りますよという形でやらせていただきました。まあ、的確なプロからの目線とかいうコメントとかなかったかもしれません。僕はプロではないのでプレイングに関するお話はほぼできませんでしたが、まあちょっとね、にぎやかしというか無音の映像が流れるよりはと思ってこうやって楽しませてもらいました。さあ谷口さん、グルールの呪文砕き、速攻からの仕掛け、対して細川さんはエルフの神秘化を霊気の噴出で除去して、まあダブルマリガンもあってちょっとランドが止まり気味な谷口さんのその重要な3マナ目であったエルフを潰して、まあ先ほどのラウンドもホーローもそうでしたけど、まあ非常にマナエルフが重要なデッキというのはここから伺えますよね。でそこを的確に潰していくと、さあ谷口さん念願の3枚目のランドプラスラノワールのエルフ、これで探索する獣の展開へもつなげられますが、さあそこで目の前に立ち塞がったのはドミナリアの英雄テフェリー。これに抹消する稲妻を打ち込んで中精度4削りラノワールで攻撃、これは魂の仕切り、土地を置いてもう1枚の稲妻で除去、まあ、テフェリー1枚に2枚のカードを使わされて除去、まあ、それでテフェリードローもしているので、まあ、1対3交換ぐらいの、まあ、割の悪いビジネスになってしまいましたが、かといってテフェリー放置してるとね、もう完全にゲームに負けちゃうので、まあ、やむを得ずといったところ。さあラノワールのエルフを出し直して、これがポータブルホールで追放される。さあ土地はもう十分にあるのでここからクリーチャーを展開したいが、ちょっとマリガン分の手札差のダメージが響いてきているところ、ここで谷口さんはエンバルスの封建クリーチャーはいませんが、とりあえず戦場に出すと、まあ、誰が持ってもね必殺の武器にはなりうるので、さあアサルなんでこれに対してスルーして検閲サイクリング、
さん、細川さんのターン終了時に谷口さん鎖骨の巨人を踏みつけでライフに打ち込んで、そして自分のターンで唱えてエンバルスの宝剣装備してターン終了と。さあこれに対して細川さんはアクションなしでターンを終えて、谷口さんはここで攻撃宣言、これは放浪王で追放、ライフは7まで追い込んでいるが続かない、なかなかクリーチャーが戦場にこう複数ターン存在することを許してくれないという。さあここは放浪王はプラス1で忠誠度を増やすのみでターンエンド。谷口さん、ここは土地を置いてターン終了ですね。戦場にはね、ストームジャイアントの聖堂という76のクリーチャーになる土地が出ているので、エンバルスの宝剣を持ってるとはいえ、ちょっとエルフの神秘化では攻撃はいけないなという。さあ谷口さん、アサルなんでこれは墓地のクリーチャーを追放などすれば、まあ、サイズアップも狙えるので宝剣を担げば攻撃にいけないこともないかってところですが、対してこの侍にプラス1カウンターを乗せて細川さん攻撃宣言。これは2体でブロックを宣言。3-3先制攻撃警戒というちょっと怪しげなアタックですが、だったら2-2二段攻撃と2-2でサイズアップする可能性がある、なんでとでダブルブロックすれば打ち取れるのではと。さあ現状を ブロッククリーチャーをダメージを与える順番を今指定して、で A 頑丈で4点ダメージを与えて難敵を除去して、さらに先制攻撃と二段攻撃ぶつかり合ってエルフの神秘化が打ち取られ、谷口さんクリーチャー2体を失う結果に。さあこの探索する獣は急襲でこれが通ればあるいはっていう一枚だったんですけどもね、いやこれはもう徹底して狙いを定めていたと言わんばかりですね。さあそして侍で攻撃して侍を増やして盤石な体勢を整えていく。獣がね、宝剣持つと摂氏トランプル二段攻撃っていう、まあどれだけ頑張ってブロックしても相当なダメージが本体に抜ける、まあ、文字通りのザ・ビーストが誕生するところでしたが、さあハイドラの巣には廃墟の地と、もうとにかく攻め手を一切許さない。青白ポンの牙城が崩せない。谷口さん、ここのドローは2マナレンジャークラス、狼トークンが得られるだけでなく
その他にボーナスもありますよ。レベルアップからのここはターン終了。この狼トークンに魂の仕切り、トークンを除去する分には何のデメリットもないインサンですからね。そして侍とストームジャイアント起動で攻撃しようとしましたが、ストームジャイアントがクリーチャーになる前に耐え抜くもの母星獣で破壊と。44と33の侍で攻撃して、残りライフは2.1 2点かこのライフカウントちょっとね、ワンクリックごとに反応するものなので、ややスムーズに表示されない時もありますが、ご容赦ください。さあここはガーガロス、これも容赦なく潰されて谷口さん投了となりました。これで細川さん見事、もう完璧、ゲームの支配者のようなザ・青白ポンというね、まあ、もうなんて言いますかね、隙の一部の隙もないゲーム展開で決勝進出となりました。それじゃあ最後の1試合決勝戦でお会いしましょう。ありがとうございました。